大竹は嫁の中村ひとみに何食べたいと聞かれた時に何でもいいよと言うと怒られるので、食べたいものを言うとここはレストランじゃないと怒られる。食事中嫁にちょっとそこの醤油取ってと言うとなんでと理由を詰められる。リビングで嫁の近くに新聞紙があったので新聞取ってもらってもいいと言うとなんでと理由を詰められる。次男の父親参観へ行った時に子供から父親に手紙のプレゼントが渡されたが、いつもありがとううんこ野郎と書いてあった。大竹には3人子供がおり、それぞれ名前は龍から取って龍神、虎から取ってタイガ、わしから取ってシューと名付けたが、嫁にスカジャンクレオと突っ込まれた。嫁の中村が大竹のことをパパとしては120点と評価。続けて大竹が帰ってくると子供たちがイエーイと喜ぶほど好かれているというと、共演者からなんでそんなに愛されるパパなんですかと聞かれ、それはママが頑張ってるからですと答えた。